こんにちは、まーです。グラサマーやっていきたいと思います。まず無料召喚やっていきましょう。いや、今日はね、珍しくね、メンテ待ってたんですよ。で、私がメンテ待ってると、絶対にメンテが延期するみたいな、なんか私の中で勝手なジンクスがあったんだけど、いや、今日はちゃんと終わったね。でもなんかね、アプリの更新失敗しましたとか言われたんだよね。なんか何かしらあるよね。ちょっと切ないけど何かしらあるみたい。でも良かったです、無事ね。ちょっと今回のアップデートとかで語りたいことね、結構あるんです。でもちょっとそれは、別途動画作るので、さらっといきますね。はい。なのでもう早速ね、このねガチャを私引いていきたいんですよ。いや、また出たよ、このなんか母音系。この人のさ、覚醒前見ました？みんな、あ、そんなムチムチしてたかなみたいな感じから覚醒でボイーンみたいな、何言うとんねんお前って感じなんですけど、この人ってさ、いや、ストーリー全然見てないけど、サクのなんか親戚、ご親戚か何かなのかな、関係ない？なんか最近ちょっとあんまりちゃんとストーリー読めてなくてさ。いや、とりあえず行こうか、みんな。はい。いや、早速引いちゃうよ。あ、なんかすごい今日押せない。タップできないんだが、おばさん。行きますよ。あ、今日ね、最後にお知らせもあります。行きます。サクッと、昨夜だけに。寒いわ、夏なのに。さあ。いや、引き直しではさ、ガナンとか割と来んのにさ、本家のガチャ、いや、本家ってよくわかんないけど、来ないんだ。はい、ラス1。もう最近マジで期待できない。マジ、ロイ何？夏バテ？休んでんのかな？夏休みか。ちょっと早いね。いや、ロイくん、早いよ、夏休み取るの。待ってる、止まれ！あー、緑違い。はい、水さん、今日水行ってきました、私。どうでもいい。あ、待って、これもうね、交換しちゃうね。今回は、私ちょっと錬金で行かせていただきます。最近ちょっと錬金なんですとか、ちょっとね、ちょっと最近カフェオレですみたいな、ちょっと意味わかんないんだけど、はい、ということで、ごめんなさいね、ガチャ超早く終わったんだけど、そのお知らせ、そのアップデートメンテについては、ちょっと後日別で動画ちゃんと作りたいので、ちょっとあえて触れないです。で、今日のお知らせっていうのが、もうね、長かった東京リベンジャーズコラボも終わるんですよ。明日だと思うんだよね。そう、7月1日金曜、23時59ってなってるので、私ね、チケット、貯めてます。まだちょっと貯めきれてないとこもある。交換できてなかったとこもあるんだけど、そう。で、このね、前編後編のユニットと、この装備の、これすべてを、これらのガチャすべてをぶっぱする生配信を、明日、7月1日、夜、8時半にしとこうかな。8時半からやりたいと思ってますので、ぜひぜひ皆さん、来ていただければと思います。皆さん一緒にね、通り部コラボを見納めしましょう。ちょっとね、マルチやる詐欺でね、結局一緒に皆さんとできなくて、申し訳ないです。ストーリー生配信で終わっちゃってね。最近全然マルチやれてないよね。いや、本当にちょっと申し訳ないです。ちょっと口だけ女でね、申し訳ないんですが、明日、チケット引く生配信やりますので、よろしくお願いします。ツイッターでもね、告知はしますので、よろしくお願いします。はい、ということで、ちょっと短い動画だったんですが、皆さんのね、ガチャの結果も教えてくれると嬉しいです。よければチャンネル登録と高評価、ツイッターのフォローよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。